マッチサイアーズは、イギリス出身の女性フィギュアスケート選手。1908年ドンドンオリンピック女子シングル金メダリスト、ペアドーメダリスト。1906年、1907年世界選手権女子、シングルチャンピオン。史上初の女性アスリートと称される。マッチは、競泳、馬術、スケートとスポーツ万能な女性であった。しかし、 19世紀の終わりから20世紀初頭、女性がスポーツをすることは考えられない時代でもあった。1896年に初めて開催されたアテネオリンピックでは女子の競技種目は存在せず、1900年に開催されたパリオリンピックでようやく女子の競技種目が実施されたが、ゴルフとテニスという上流階級における趣味の延長のような競技だけであった。また、 1891年に初めてハンブルクで開催されたヨーロッパフィギュアスケート選手権においても種目は男子シングルだけで女子シングルが正式種目となるのは1930年のことである。1896年に始まった世界フィギュアスケート選手権に女子の出場を禁止するルールがないことを知ったマッジは1902年にロンドンで行われた 世界フィギュアスケート選手権の男子シングルに出場、ウルリヒサルコーに次ぐ2位となる。この出来事から1903年大会より女子の出場を禁止するルールが新たに書き加えられるが、1906年には女子シングルが創設され、1906年の世界フィギュアスケート選手権女子シングルで優勝。翌1907年も優勝を果たす。 時代の波はオリンピックにも押し寄せ、1908年の第4回ロンドンオリンピックにおいて初めてオリンピック種目となったフィギュアスケート競技では男子シングルと男子スペシャル女子シングルペアが実施されるに至った。マジは初めて実施されたオリンピックにおけるフィギュアスケート女子シングルにおいても初代女王となり、ペアでは夫のエドガー・サイヤーズと組銅メダルを獲得した。 このことが、後世に、史上初の女性アスリートと称されるゆえんとなっている。1908年のロンドンオリンピック後に健康を、外資競技から引退。1917年11月9日、死去。1981年世界フィギュアスケート殿堂入り。ありがとうございます。